パッ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 。こんにちは、高橋です。さて、今日もお便りをちょっと読んでいきます。高橋重人先生、いつもメルマガ送っていただきありがとうございます。こちらこそありがとうございます。全部拝見しておりますありがとうございます。本当に長いんでね、とても丁寧で分かりやすいです。あ、よかったです。先生、質問ですが、オータムリーブスを4ビートダウンダウンアップダウンダウンアップダウンダウンアップダウンアップダウンアップ、このリズムパターンで弾き語りを楽しんでおりますが、どこかにアクセントのリズムを入れて曲が素敵にならないものかな。てん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 、試案中です。良いご意見テクニックがありましたらご指導ください。まずは御礼まで、 from MM さん、ありがとうございます。MM さん、本当にお便りありがとうございます。ですね、おそらく今アクセント入ってないってことなんで、という感じで人差し指でストロークしてるんじゃないかと思うんで、まずこれアクセント入れていきましょうか。2拍4拍に、入れるといいと思いますね。枯葉ジャズなので、1、2と3と4な感じですね。そうすると、でアクセントがあるところ、これ大きく腕まで使ってストロークすると違いが出ますよね。アクセント、こう力でやるんではなくて、ストローク小さい、大きい小さい、大きい小さい、大きいですよね。だから1、2と3、4と1、2と3と4っていうことで、2拍目4拍目の振りを大きくしてあげる。振りを大きくするためには、そのバックスイングというか上に上げないとダウンが大きくならないので、そこから注意ですね。パッパッパッパになりますよね。このダウンダウンアップダウンダウンアップダウンダウンアップ、最後ダウンアップダウンアップっていうのはかなり難しいですね。これは僕は難しいんで、反対にですね、これ音数を僕だったら減らして弾きたいですね。1、2、3、4と1、2、3、4とっていう感じに減らしていきたい。でこれですね、人差し指でダウン弾くとかなりアタックが強くなるんで、僕はですね、こういう曲は親指の伴奏で弾くことが多くて、これはどうやってやってるかっていうと、親指のですね、楽器の音色、ウクレレの音色、この親指の指のどの辺に弦が触れるかと押し込む圧で音色が相当変わるので、ですね、昔その、伴奏の音色の付け方とかメロディーの音色の付け方とかの動画もあるんで、ちょっとそっちも参考に、リンクしておきますけど、ここの場合ですね、メロディーだったらこう腹でこう弾くともっちりした音が出ますね。これをですね、こうメロディーこうなんですが、伴奏の時にはですね、もろこうお肉の薄い横っちょの部分をこうつけて、このまま指だけで下げるみたいな感じですね。そう
そうするとこういうサラッとした、あんま押し込まずに下ろすだけにするとサラッとした音がするんで、これで1で2は腕もつけて2と3と4と1 2 3 4 1 2 3 4、これだけでも結構難しいと思うんで、まあ一個一個練習するといいと思うんです。まあまずはこれだけですね。親指だけ。これでこのサラッとした音が出るようにですね。最初親指があんまり動かないかもしれないで、1、2、3関節から動かすことを意識して、で強制的に動かそうと思うとホールドつけてピッキングの要領で練習していくといいですね。これストロークホールド離すとついいつもの癖でガンガンに腕を振ってしまう人が本当に多いので。これでまず指だけ動かすためにピッキングの要領でホールドして練習する。でこれは慣れてきたらふわっと浮かしてワンツースリーフォーで、2、4はスイングをバックスイングを入れて大きく振れて1、2、3、4 1、2、3、4で、これでいってみるとパン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 ちょっとおかしいな。パパ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 、これだけでもだいぶ人差し指で伴奏するときと感じが変わってくると思うんですね。しっとりしてくると思います。でアクセントがついて、親指の腹ではなくて横っちょでサラッとした音が出ると、こうサラッとした音の方があのなんていうんですかね、メロディーはもっちり前に飛び出していって、こう質感というか肉感的なんですが、こうサラサラのコードの感じメインっていう感じで、これ伴奏らしくなるので、背景ですよね。背景のカラーリングというか色彩みたいなものをこうバックを作った上でメロディーが、まあ今あの歌がちょっとわからないパッ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 って言ってますけど、これはまあ歌詞を覚えて歌ってあげれば前に出てきますよね。これがあんまりバリンバリンっていうとこの強い者同士があの喧嘩するんで、背景はやっぱさらっといきたいですね。まあ場合によりますが、基本的にはさらっといきたい。であとはですね、これにこうアップストロークを入れると、1、2と3と4と1、2と3と4と、イン、2、3、イン、2、3ですね。1、2、3でアップなんで結構こう保つ感じですね。1、2、3、1、2、3、1、2、3、1、2、3、1、2、3、2、2、3、3、2、3、4、2、3、でまあこれを1、2、3、2、2、3、1、2、3、2、2、3ってやってもいいんですけど、結構難しいので、まあ徐々に練習されるといいですね。でこれでやってみると、パン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 で、僕なんかはですね、ジャズ風味で弾くときはですね、この2拍目のアップもあんま弾かないで、4拍目のアップ、コードチェンジの前だけこのアップ入れるっていうのをよくやります。パー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 、トゥトゥトゥなんて減らして練習していくと簡単かもしれませんし、でも同じ繰り返しの方がやりやすいかもしれませんし、そうですね、最初の MM さんのパターンでこの親指の
音とアクセントでいくとパン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 って感じですかね。ちょっと慣れないことをするとドキドキしますけど、まあ、参考になればいいなと思ってお伝えしておりますので、ちょっとねこの曲乗りかかった船なんで、そのうちソロとかもちょっとやっていこうかなと思います。はい、それではどうもありがとうございます。またよろしくお願いします。